創世記第41章。2年の後、パロは夢を見た。夢に彼はナイル川のほとりに立っていた。すると、その川から美しい、肥え太った7頭の綿牛が上がってきて、足を食っていた。その後、また醜い、痩せ細った、他の7頭の綿牛が川から上がってきて、川の岸にいた綿牛のそばに立ち、その醜い痩せ細った綿牛が、あの美しい肥えた7頭の綿牛を食い尽くした。ここでパロは目が覚めた。彼はまた眠って再び夢を見た。夢に一本の茎に太った良い7つの穂が出てきた。その後また痩せて東風に焼けた7つの穂が出てきて、その痩せた穂があの太って実った7つの穂を飲み尽くした。ここでパロは目が覚めたが、それは夢であった。朝になってパロは心が騒ぎ、人を遣わしてエジプトのすべての魔術師とすべての知者とを呼び寄せ、彼らに夢を告げたが、これをパロに解き明かしうるものがなかった。その時、給仕役の長はパロに告げて言った。私は今日自分の過ちを思い出しました。かつてパロがしもべらに向かって憤り、私と料理役の長とを自衛長の家の監禁所にお入れになった時、私も彼も一夜のうちに夢を見、それぞれ意味のある夢を見ましたが、そこに自衛長のしもべで一人の若いヘブル人が我々と共にいたので、彼に話したところ、彼は我々の夢を解き明かし、その夢によってそれぞれ解き明かしをしました。そして彼が解き明かした通りになって、パロは私を職に返し、彼を木にかけられました。そこでパロは人を使わしてヨセフを呼んだ。人々は急いで彼を地下の獄屋から出した。ヨセフはひげを剃り、着物を着替えてパロのもとに行った。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、これを解き明かすものがない。聞くところによると、あなたは夢を聞いて解き明かしができるそうだ。ヨセフはパロに答えて言った。いいえ、私ではありません。神がパロに平安をお告げになりましょう。パロはヨセフに言った。夢に私は川の岸に立っていた。その川から肥え太った美しい7頭の綿牛が上がってきて足を食っていた。その後、弱く非常に醜い痩せ細った他の7頭の綿牛がまた上がってきた。私はエジプト全国でこのような醜いものをまだ見たことがない。ところがその痩せた醜い綿牛が初めの7頭の肥えた綿牛を食い尽くしたが、腹に入っても腹に入ったことが知れず、やはり初めのように醜かった。ここで私は目が覚めた。私はまた夢を見た。一本の茎に7つの実った良い穂が出てきた。その後、痩せ衰えて東風に焼けた7つの穂が出てきたが、その痩せた穂があの7つの良い穂を飲み尽くした。私は魔術師に話したが、私にその訳を示しうるものはなかった。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。7頭の良い雌牛は7年です。7つの良い穂も7年で、夢は一つです。後に続いて、上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年で、東風に焼けた実の入らない7つの穂は7年の飢饉です。私がパロに申し上げたように、神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。エジプト全国に7年の大豊作があり、その後7年の飢饉が起こり、その豊作は皆エジプトの国で忘れられて、その飢饉は国を滅ぼすでしょう。後に来るその飢饉が
非常に激しいから、その方策は国のうちで記憶されなくなるでしょう。パロが二度重ねて夢を見られたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをされるからです。それゆえ、パロは今、悟く、かつ賢い人を訪ね出して、エジプトの国を治めさせなさい。パロはこうして国中に監督を置き、その7年の豊作のうちに、エジプトの国の産物の5分の1を取り、続いてくる良い年々のすべての食料を彼らに集めさせ、穀物を食料としてパロの手でまちまちに蓄え守らせなさい。こうすれば食料はエジプトの国に臨む7年の飢饉に備えてこの国のために蓄えとなり、この国は飢饉によって滅びることがないでしょう。このことはパロとそのすべての家来たちの目にかなった。そこでパロは家来たちに言った。我々は神の霊を持つこのような人を他に見出し得ようか。またパロはヨセフに言った。神がこれを皆あなたに示された。あなたのように悟く賢いものはない。あなたは私の家を治めてください。私の民は皆あなたの言葉に従うでしょう。私はただ王の位でだけあなたに勝る。パロはさらにヨセフに言った。私はあなたをエジプト全国の司とする。そしてパロは指輪を手から外してヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、金の鎖を首にかけ、自分の第二の車に彼を乗せ、ひざまずけとその前に呼ばわらせ、こうして彼をエジプト全国の司とした。ついでパロはヨセフに言った。私はパロである。あなたの許しがなければエジプト全国で誰も手足を上げることはできない。パロはヨセフの名をザフナテ・パネアと呼び、オンの祭司ポテペラの娘アセナテを妻として彼に与えた。ヨセフはエジプトの国をめぐった。ヨセフがエジプトの王パロの前に立った時は30歳であった。ヨセフはパロの前を出てエジプト全国をあまねくめぐった。さて7年の豊作のうちに地は豊かに物を産した。そこでヨセフはエジプトの国にできたその7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに納めさせた。すなわち町の周囲にある畑の食料をその町の中に納めさせた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。飢饉の年の来る前にヨセフに二人の子が生まれた。これらはオンの祭司ポテペラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子の名をマナセと名付けていった。神が私にすべての苦難と父の家のすべてのことを忘れさせられた。また次の子の名をエフライムと名付けていった。神が私を悩みの地で豊かにせられた。エジプトの国にあった7年の豊作が終わり、ヨセフの言ったように7年の飢饉が始まった。その飢饉は全ての国にあったが、エジプト全国には食物があった。やがてエジプト全国が飢えた時、民はパロに食物を叫び求めた。そこでパロは全てのエジプト人に言った。ヨセフのもとに行き、彼の言うようにせよ。飢饉が地の全面にあったので、ヨセフはすべての穀倉を開いてエジプト人に売った。飢饉はますますエジプトの国に激しくなった。飢饉が全地に激しくなったので、諸国の人々がエジプトのヨセフのもとに穀物を買うために来た。